琉球ドラマナイト、かんこどりの泣く夜。今夜も始まりました、かんこどりの泣く夜。役者の神崎秀俊と、作家の小原武史と、超常現象研究家の中津川すばるです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まあ、オーストラリアにもいられたっていう話だったんですけど、はい、そこでもいろんな体験をされてるみたいな。そうですね。当時留学していた時に、長期の休みをもらって、はい、まあ、オーストラリアの沿岸の各地に、取材に行くんですけど、当時、北のオーストラリア、まあ、あのクイーンズランド州の北部に遠征した時がありまして、その時はあの、日本でさらに20年以上前に放送されていたバウンシングストーンの伝説を、実際その場所に行って知りたくて、オーストラリア北部に行ったことがあります。バウンシングストーンって何ですか？僕も聞いたことあります。話だけバウンシングとか跳ねる石があるんです。ああ、そのバウンド、バウンドする石ね。はいはい、実はですね、日本の放送後に現地に立ち入ったたくさんの外国人と日本人がいたせいで、立ち入り禁止になってしまった場所があったんですけれど、まあ、いわゆる、もともとアボリジニ、まあ、ネイティブオーストラリアンの、聖地だからできれば入らないでほしいという地元からの願いもあって、今は、まあ、実際そこには、入れないように、植林をしているところがありますけれど、私が行っていた当時は、まだ、入ることができて、まあ、地元のいろいろな方からいろんな話を聞いて、実は地元の人たちはみんな知ってたんですね。で、バウンシングストーンというのがあって、まあ、そこは聖地だということって、実際、中に入った人たちの話も聞いたら、実際、海岸沿いにある黒っぽい石を掴んで落とすと、ボヨンボヨンボヨンっていう形でジャンプするっていう石の話を聞いたんですね。私はそれをできれば映像で残したいなと思いまして、当時ビデオカメラはあったんですけれど、まあ今はほとんど使えなくて、当時写した、写真だけが今は残ってる状態なんですけど、実際、まあ、植林されていて、当時はもうたくさんの人が入ったので、道が勝手に出来上がってたんですけれど、まあ、森を駆け分けて海岸まで出ますと、黒っぽい石とか岩がザクザク、砂浜の上に突き出てるんですよね。まあ、よく見ると、まあ、これは、古代の木の化石だろうなっていう、感じの黒っぽい、まあ、石炭の塊みたいなものですけれど、実際、海岸にある石を、まあ、持ち上げて落とすと、やっぱり、ガチンと音はしますけれど、ジャンプするんですよ。それが何回も跳ねて、飛んでいくっていうのを何回も見ましたし、まあ、近くを散策した時に、まあ、川が一本流れてましたけれど、実は、後から知ったんですけど、危険な川だったっていうのを後で知らされて、かなりビビりましたけど、野生のクロコダイルが住んでいる川があったんですね。いや、知らずに行ったので、本当はジャングルから出て、行くような河口周辺には多いらしいんですよ。実際そのバウンシングストーンの伝説を追いかけて、周りをサーチしたときに、そのジャングルも行ってみたんですね。もうジャングルの中に入ったら、何か落としただけでものすごく怖くなるんですよね。後ろから何かが追いかけてくるっていう、恐怖感があって、ジャングルを抜ける15、6分くらいの間に、なんとかして倒れないように走り抜けようっていうね、思いが強かったんですけど、淡水の川が海に流れ着く河口周辺にはクロコダイルという、3メートルか4メートルくらいの大きなワニがいるんですけど、まあ、海辺にもいるし、川の方にもいるということで、かなり怖い思いはしましたね。なるほどね。結局映像はどうした？残し、写真が1枚、あとはサンプルの、石のサンプルを持ち帰りましたね、その時は。まあ、第三者で、分析する方がいたので、分析はしてもらいましたけど、おそらく木の化石だろうと。
最初はそのバウンシングストーン、隕石説を僕は唱えていたんですけど、実際現地に行ってみたら、うん、どうやら化石っぽいなっていうのが分かりましたよね。何の化石ですか？木の化石ですね。おそらく石炭になるくらいですから、ジュラ紀以前の裸子植物の、木の化石、もしくは広葉樹の化石じゃないかなと思いますね。まず軽いんですか？重いです。もうめちゃくちゃ重いですね。鉄のように重いので、おそらく炭の塊ではあるんでしょうけれど、ガチガチに硬いですね。ここはバウンド。それがね、そう、バウンシングするっていうのは。そうなんですよ。だから海岸沿いに散らばっている黒い石は全部、おそらく川底で削られて丸くなって、まあ砂浜に座礁したみたいな丸っこい石が多かったですね。なるほど。ただしアボリジニの伝説から読み解くと、まあ空から現れた、人々によってもたらされたものがそのバウンシングストーンだっていう精霊伝説があるんですけれど、どっちなんだろうなっていうのがありますね。確かにね。これ足に落とすと痛い。いやー、それは重たいので、しかも硬いですし、落ちると怪我しますよね。そう。それでも跳ねるんだね。跳ねるっていうのがね、あ、そうだよね。まあ普通の石でも多少は跳ねますけど、落とした高さに戻ってくるのはなかなかないですよね。弾力性があるのかなと思ったんですけど、かなり硬いんですよ。で、密度が非常に高いので、おそらく、高温でものすごい外から圧縮を受けないとその硬さにならないので、隕石が冷えた時に周りから固まってって内部に向かって圧力が発生した時の硬さに近いんですよ。だから隕石説っていうのは今でもありますし、石炭だったらもう本当に地層の中で熱と圧力を加えられてるので、それで硬くなってる。みんなだから両方の可能性はありますよね。まあ日本のドラマでね、キムタクが上からボール投げてこう帰ってくるのはありましたけどね。まああれとは違いますね。まあまあそんな感じでちょっと続きはね、はい、またウェブの方で、はい、はい、お話ししたいと思います。今夜のお相手は神崎秀俊と小原武史と中津川すばるでした。すごいね。石がバウンドするって。すごいし。いや、だから俺なんかそう、バウンドするから、やっぱ、足とか落ちても痛くないんかな、みたいな。ゴムマリ的なもんではない。石炭だとするとね、かなり重くて硬い。そうですね。ただし、石炭だと、脈みたいなも、維管束とかいっぱい走ってるので、それがまあ石になったとしても、まあ、かけやすいので、硬いですけど脆いはずなんですよ。うん、だけど、その丸い石は、外がツルッツルなんですよ。ああ、でもかなり削られてるんですね。だから、川底で削られた可能性と、もう一つは高温で焼かれて、一旦ガラス状になったものが、ツルツルな状態で、一気に冷やされた感じ。この間だったら、木曽路の川沿いの石とかも丸い石ばっかりですね。そうなんですよ。だから、日本の河川の河原の石だと、あんなにバウンドしないんですよね。そうでしょう、ね。うん。それはしないと思います。まあまあ、子供たちが、水切りでこう投げたりするときは、まあ、水面を跳ねたりはしますけれど、まあ、向こうのバウンシングストーンの場合は、落としたところに戻ってくるボールみたいな。日本で言ったらスーパーボールみたいな感じですよね。まあ、キムタクですよ。キムタクなんですか？キムタクなの。ガラスが溶けたっていうのは、なんかテクタイトっていう。そうですね。一応、そのオーストラリアを旅行した時に、隕石港も行って、そのテクタイトらしきものを、もらってきた人から、私も一部分けてもらいましたけど、断面見ましたけど、ガラスのようにテカテカしてるんですよ。うん、周りは真っ黒で、明らかにガラスと何かが混じったものに見えますね。うん、あれもだから、なんでできたのかは分かってないわけですよね。そうですね。だから隕石が落ちてきた後にできたものなので、隕石そのものではないんですよね。うん、ただし、なんで黒いんだろうっていうのは、だからガラスの中にいろんなもの、不純物が入ったから真っ黒く見えるだけかもしれませんね。なんか、あるいはその過去に起こった核戦争の
そうですね。破片というか、残りかすみ。ムー大陸とか、アトランティス大陸が、テクタイトを使った都市を作っていて、まあ、それが爆発した後に、流れてきた破片かもしれませんしね。その他になんか、オーストラリアで見た変な動物というか。北部を、探検した時には、巨大昆虫と出会いましたね。はいはいはい、はい。向こうでは、熱帯、亜熱帯、温帯に分かれてまして、はい、私が行ったところは、熱帯に属する場所で、まあ、30センチくらいの長さの、バッタがいました。それが木にこうたかってる状態で、たかってるんですけど、植物に擬態する昆虫っていうのは、沖縄でも知られているんですけど、だいたい5センチくらいの長さなんですけど、そいつは30センチですね。すごい。バッタって群れで飛ぶじゃないですか。はいはい。そう、30センチはどうなんですか？ 30 センチになるとさすがに、群れない。飛ぶっていうのはないんですけど、ただ、羽がついてるので、飛べるんだろうけれど、そんな高くにはいかないだろうな。飛んで向かってきたら怖いじゃないですか。そうですよ。それで、飛べない。頭殴ったら、ドンキになりますよね。そうですけど、まあ、現地には、その、巨大昆虫の森っていうのがありまして、そこに行くと、夜光るキノコもあるんですよ。で、実際、オーストラリアでは、そこにツアーする、ツアーがあって、案内人がいて、現地で暮らしてる人が案内してくれるんですけど、真っ暗なところ、星空以外真っ暗なところに行くと、ぼんやり見てると、キノコの全体が、青白く光るんですよ。これは食べない方がいい。これは毒キノコではないんですけれど、ぼんやり光ってるので、もし食べ、もし食べたらこの辺がぼんやり光るかもしれませんよね。ホタルそれがかっこいいな。はい。すごいだね。なんですかね。何があるんやろう。巨大コニ、ドクターモロの島ですね。そうですね。だからジェック。土の子の元になったような。そうですね。一応、そのクイーンズランドの北部にケアンズという町がありますけど、うん、その郊外の砂浜沿いをずっと取材してた時に、たまたま出くわしたのが、マツカサトカゲっていうのがあって、うん、まるで恐竜みたいな、うん、トカゲと目があったんですけれど、うん、大きさ的にはそんな大きくはないんですけれど、うん、見た時に手足がなかったので、ああ、土の子だと思って近づいたら手がビョって出たので、そしてサササッと逃げていったので、あ、これが有名なマツカサトカゲかなっていうのは思いましたね。そうですね。うんまあこれ、なんですか、昔ね、人間も5メートルぐらいあったとか、強靭の話があるので。よく言いますよね。もしかして、この、もともとバッタはこのサイズだったかもしれないです。もともと30センチ、ね。シドニーとメルボルンの間に、ブルーマウンテンっていう、保護地域があるんですけど、3つの、岩山でできたスリーシスターズとか、このブルーマウンテンにはステゴサウルスがいる伝説がありまして、現地で住んでる人は何回か、足跡とか、川ですね。ステゴサウルスの川みたいなものとか、鳴き声とかを聞いてるんですよ。今も。で、僕が2000年代にそこに実際探検した時には3人くらいで行ったんですけど、匂いがするんですよ。獣臭いんだけど、どっかなんか違う匂いが。だから、普通の、例えば、イノシシとか、結構獣臭がすごいですけれど、それとはまた違った、なんか吸えた匂い、酸っぱそうな匂いが、プーンと香ってくるので、もしかしたら、カンガルーとかコアラ以外に、そういう動物がいるのかなと思いましたね。ただ、ステゴサウルスだと全長10メートル、高さ5メートルとかなるので、体重も数十トンですけど、足跡がつくっていうことは、やっぱり足跡にそれだけの重さがないと足跡つきませんから。そうですよね。沈むから。で、よく見つかるのが、そのブルーマウンテンの森の中の川沿いなんですよ。
だから川鳥の餌を漁ってるのか、水を飲んでるのか、足跡がそこについてるそうです。だから当時、ジュラシックパークが流行っていた時にみんな、見に行こうかって言ってたんですけど、でもそのブルーマウンテンには米軍基地があるっていうことで入れないんです。ちょっと米軍基地怪しいですね。まあ彼らはいろいろ UFO も宇宙人も恐竜もなんかいろいろやってそうですよね。ね、なんかね、隠しそう、ね。はい。まあ一度行ってみたいとこでは、ステゴザウルスと光るキノコと、確かにね。巨大昆虫と、昆虫と、羽類石と。羽類石と。いやでもやっぱ羽類しか一番わからないな。もう地球の原理を反してますからね。思いのに入る。はい。で、スブルさんはその、まあ、まあ、事務所にも属しておられるんですけど、うん、はい、なんかちょっとした告知みたいなのって。そうですね。一応、山口敏太郎タートルカンパニーが、運営しています YouTube チャンネルがありまして、こちらが、毎週、毎日のように更新しておりますので、うん、アトラスラジオで検索していただきますと、YouTube を眺められると思います。一応超能力、超常現象で一般的な事件とか事故とか謎をさらに追求していって、番組にしていますので、うん、ぜひ皆さんご覧ください。はい。アトラスラジオ。アトラスラジオ。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。今夜のお相手は神崎秀俊と小原武史と中津川すばるでした。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。